です。そうね。すごいです。すごい景色ですよ、これ。そうね。はい、絶対すごいです、これは。あそこね、ほら、国分蔵さんって言って、はい、神様のらす国分蔵さんって言って山のあって、はい、で大体さ、はい、昔はこう嬉野茶って言ってさ、あね、田の春、田の浦ってもう一部落、細かい部落なすさ、はい、そこから嬉野にかけてさ、はい、もう それはもう。もう一面の茶畑。あでも、なんかそげ言われたらここの方がよいっぱいあるね。いや、ここすごい。だって、あれ、大村湾でしたっけ？ちょっと、あれ、あんたほら、向こうにもあるもんね、赤城。え、ここ一面茶畑、360度です。360度？そうやったら俺がさっきさ、はい、そっちの方がなんかからかよう見えたね。よう見えたってことだったかね。はい、ここからよう見えんね。もうこの近くにも、これもお茶です。全部お茶ですもんね。そうそうそう。それで、これ そこも下ったところにからも、はい、どこにあったかな。いや、風も気持ちいいし。そうなの。これは絶景じゃないですか。これが、絶景ですよ、絶景ですよ。おじさん映ってる。このでもね、あんたね、この大村湾、あの夕日、大村、それ目当たりに、はい、あのサンセットって言って、ほら太陽が沈む、あ平戸はサンセット通りとか言うけど、はい、ここはここで綺麗かとよ。こんな景色誰も知らないですよね。知っとるさ。知っとるさ。あんた大村住田のさ、なんで大村湾っていうか、大村住田が、キリシタンのあれが迫害があって、はい、いろんなあれがあるとよ。あ歴史が。琴の海って言ってね、琴の海って静かな海って言うんですよね。そうそうそう、本当はね、あそこに立神さんって言って今見えんけどさ、はい、立神の岸壁に、はい、神様の女の人乗らして、はい、言葉ボローンって弾いて、はい、それが大きく聞こえるけん大音ごと、小さく聞こえるけん小音ごととかいう部落のあるとさ、大音ごと小音ごと、そのことは、はい、そこから始まっとってさ、琴の海のことは、あ琴の海のこと、大体琴の海って言うとはさ、静かなほらですよね、琴のようなね、じゃなくて、はい、その大音ごと小音ごと立神神さんが妙見さんと立神さんと、はい、あの国蔵さん、国蔵さんと、はい、であと岸坊神さんっていう神様のって、岸坊神って有名ですよね、うん、日蓮宗のね、はい、それが大村藩の殿様が、はい、そのなんとか力の強化圏、神通力かなんかの強化圏、はい、ここは、はい、ピースここおじさんとちょっとめがけて説明してくれたりです、清らしとか、いろいろそうあれがあるとさ、はい、まあ楽しんでよう撮っていかんばよ、まだ後で呼びます、そうそうえ、ありがとうございます、だるなりの雨登ってももうどこばっかやっけんね、はい、すごいいい映像が撮れた、最高です、これあんた、そしたらこう、はい、そこに登ってそこにからこう映せば、はい、それタンクだったらわかるんですね、タンク入んないように、うん、どうもありがとうございます、うん、またね、助かりました、うん、ありがとうございます、おじさん親切だよ、よく喋ってましたね、でもいろんな説明いけるからいいよね、ほら茶畑の中歩きます、長崎県の東園木の茶畑です、お茶の葉っぱね、夕日に当たってます、もう茶摘みのシーズン終わっちゃったんですよね、1番茶2番茶3番茶まで取ったのかな、ちょっと分かりませんけどね、えでもこれ帰って喋んない方がいい、喋んのやめます、風の音聞いてください、風の音、長崎県東園木の園木茶の茶畑です、風の音聞こえますか、お茶の木が、お茶の葉が美しいです、大村湾も美しいです、長崎は素晴らしい、長崎は美しい。